どうやって自分のフィロソフィー出す？で、あえて逆計算する感じですね。はい。まずね、自分のフィロソフィーはどういうものを出したいなのか、そこね、結構ね、最初から考えるんです。それね、皆さんね、大体の人は考えないんですね。大体の人はもう、とりあえず取る。とりあえず取るって感じですね。それはもうダメって決まってる感じです。とりあえず取る。あ、もう今日は、相手が喜ばせるための写真が撮れれば、あるいは SNS でアップしたら、うん、ちょっといいねが多い写真が、これが最近こういういいねが多いから、撮ってあげるか、撮ってみるか、という人ですね、もう、時間もだ。まあそういう気持ちだったらね、逆に今日ですね、別に撮らなくてもいいかなっていう感じです。はい、作品にならないはずです。写真の根本的なことですけど、誰も発信してない。はい、誰も発信してない。それが日本の今の写真業界の残念なところですね。はい。機材系 YouTuber とか、メーカーの宣伝ばっかりとか、AI のリタッチも宣伝してるカメラマンいるので、それはもう恥ずかしいですよ。そういう発信したらですね、はい。写真好きな人減るんですよ。何でも機材って言ったら、まあ、自分撮った写真が機材のせいみたいな、機材良かったらいい写真撮れるみたいな感じの発信したらですね、はい、よっぽどダメですね。で、メーカーはもうアホらしいなので、人気がある人だったら、それで使うみたいな感じですね。はい。人気あるのはいいんですけど、第一番目は、写真に対して向き合い方。写真好きかどうか、そういうことですね。判断してできないですね。だから、結構ね、変な発信する人が多いので、良くない。良くないですね。で、それね、もうたまらないから、私から自分自身からですね、どういう写真なのか、写真本当どういうものなのか、発信しないとですね、発信したいのやばいです。皆さんね、ぜひ写真撮るときは、まず技は結構重要ですけど、技見せの写真ですね。もう自分の作品としてですね、やらない方がいいと思います。技見せの写真が出ないように、まずね、自分写真撮るときは、テーマ作らないといけないです。テーマ。作らないといけないね。テーマ作り方は結構いろいろあるので、テーマ今まで作ったことあります？写真撮るときは。コンセプト、テーマ作ったことありますか？私の公式 LINE ね、ぜひ登録してみてくださいね。公式 LINE 登録したら結構いっぱいの無料の動画あるので受け取ってみてください。で、テーマね、いろいろ皆さんね、テーマどうやって作りますかってよく聞かれるんです。それね、結構ね、いい質問だけど、悪い質問にもあるんです。なぜなら、みんなそれぞれテーマが必ず違います。必ず違います。テーマ作り方は自分の好き嫌いが絶対ありますよね。例えば、チーズケーキが、この人が好き、この人が嫌い。同じチーズケーキは、この人が味が好き、この人は見た目が好き、この人が香り好きとかいろいろあるじゃないですか。だから皆さんの一つのことに対して好き嫌いがあるんです。その好き嫌いが自分のテーマになります。わかりますか？ここはぜひ自分に聞いてみてくださいって感じですね。自分の好き嫌いは自分の最大のテーマになります。よくね、皆さんね、写真は撮りたいんですけど、自分の好き嫌いですね、深く聞いてない人が結構多いんです。それはダメのダメです。それね、自分の好き嫌いすらわからない人、自分の好き嫌いがはっきり分かってない、はっきり言えない人は、もう写真向いてないんです。はっきり言う。写真向いてないんです。だから私はいつも言ってるのは、写真の褒め合いとか、この写真ダサいってダサい言えない。この写真いいとかいい言えないとか、そういうね、もう写真向いてないんです。もっともっと自分の心オープンして、いいだったらいい、ダメだったらダメ、好きだったら好き、嫌いだったら嫌い。まずそれね、言えるというのは自分の感性磨くということです。感性。わかりますか？特にアジア人とか、まあ日本に含めてアジア人は自分の気持ち出すというのは、もう控えめですね。特に日本の方ですね。まあ、謙遜とか、謙虚とか、なんかあんまり自分が自慢しちゃダメとか、あるいは、まあ、怒るときですね、怒らない。喧嘩するとき喧嘩したくない。そういうのはね、良くないですね。まずね、皆さんね、自分の好き嫌いをもう一回、もう十回ぐらい自分に聞いてみてください。聞いてみてください。自分の好き嫌いをリスペクトして、その自分の好き嫌いを自分の次の写真に反映してみてください。そうすると、皆さんの自分の写真のスタイルが出てくる。そうすると、わざわざカメラとレンズを持って自分写真撮るの目的、日陰が出てくるんです。こういうことを考えたら、なんかわざわざ逆光とか、わざわざ日中シンクロとか、わざわざレンズ開放とか、わざわざ花とか後ろいっぱいとかですね。そういう変な安っぽい写真撮るとか、わざわざエロい写真撮るとか、そういうもうしなくなるじゃないですか。もう自然的にしなくなるんです。もう自然的に世の中のこういう写真見たら、はぁ、安っぽいね、ということは、下手くそね、ということは、同等で言えるのは、本当の皆さんの感性がレベルアップすることです。もっと深掘りしてみてください。もっと深掘りのものがあります。
ただの無邪気の女の子とかじゃなくて、なぜというのは、どん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 自分に聞いてみてください。私の話で刺された人いますか？今まで撮った写真が、なかなかそこまで考えてない。で、私の話聞いたら、あれ？なるほど。そうだね。という人います？こんな発信の内容はネットで見たことないじゃないですか。なぜああいう先生たちはこういう話しないんですか？分かってない？あるいはメーカーから頼まれてない？何も綺麗な話しないんですよ。何もテクニックの話しない。今今日の話ですね。もうベースのベース。もう機材とテクニックよりもっと重要な話です。これ分からなかったらもう永遠に写真撮れないんです。いい写真ね。うん。これ分からないとね、永遠にカメラ、レンズ、ストローボに遊ばれる。そこまで考えてなかった。そう。考えてなかった人が多い。考えたら、世の中今出てる、あの人気ある先生たちですね。の写真はもう見てれないんですよ。周り先生たちの写真ですね。見た目だけですね。鮮やかだけど、中身が空っぽ。中身薄っぺら空っぽですね。ばっかりの写真です。はい。もう皆さんね、もう、私の話聞いたら、こういう写真一発でわかるんです。一発でわかるんです。犬猫、人でも、風景でも、何でもいいんですよ。そこをね、被写体は変わらない。関係ない。撮った写真が、本当、見た目だけ重視してるか、いいね、星なのか、自分のワークショップの生徒さんに自慢したいなのか、それとも自分が本当世界観持ってるなのか、一発でわかりますよ。で、皆さんも、これからね、写真撮るときは、機材は別に重要だけど、機材以上、自分の進化をどこまでするか、そこも結構重要です。で、そういう話ね、私の公式 LINE 登録したら、もっとこういうね、マインドセットとか、テクニックの話とか、いっぱいあるので、ぜひね、受け取ってみてくださいね。もう受け取るのは、もう1円も払わないので、そのままですね、もうリンク出てくるので、公式 LINE 登録して3つの7を送ってきたら、リンクは自動的に送るので、そこも受け取ればいい感じです。あとは、夜の8時は、ズーム研修会やるので、ライティングコースの説明会やるので、LINE 登録してる方のみに参加できるんですね。それも登録してみてください。まあ普段で私の発信内容としては、機材依存しない、写真ですね、もっと楽しもう、いろんなですね、皆さん、聞いたことない本音を言い出すので、そういう発信内容はぜひ、好きだったらいいね、フォロー、保存、転送ですね。どんどん、応援してください。YouTube チャンネルのメンバーシップに参加すると、写真ラボの全ての内容見放題になります。具体的に私の作品撮り、現場の未着、撮影風景全て見せながら動画たくさん入ってます。室内のハウススタジオ、白堀スタジオ、外のロケーション撮影の動画もたくさん用意してます。それ以外、私の自分のセーフゾーンを脱出して、普段撮り慣れてない分野もいっぱい挑戦して、チャレンジの面白い企画も入ってますよ。もうすぐ見たいでしょ。写真ラボの動画見たら、作品撮りの時はテーマどう作るか、テーマ沿って作品撮りの全過程も見せてます。撮影風景、撮影現場を見せながら、ポートレート撮影のアイディアもたくさん参考することできます。あとは私とモデルのコミュニケーション、声かけ方、生で見れるよ。もちろん撮影テクニック、光の読み方、カメラの撮り方、いっぱい入ってますよ。最終的に仕上がりして、自分の作品も動画にたくさん入ってるので、もうすごいでしょ。こんながっつり自分の作品撮り、撮影現場全部見せてる人はネットで多分まだいないと思います。毎週金曜日夜8時更新します。ガンガンがっつり濃厚な内容皆さんにお届けします。見る方法は簡単。私の YouTube チャンネルメンバーシップに入ったら全て見放題になります。見ないと損だよ。行動しましょう。